高弾道市場をジャックするって確か書いてありました。そう、そういうキャッチフレーズなんだったね。ということで今日はこちら映ってますか？映ってますよ。アッタスジャックというUST マミヤというメーカーから、多分もう発売したのかな、9月、アッタス11代目ということで、アッタス11って書いてあるんですけど、読み方はジャックっていうジャックって言います。これ実は自分のこれクラブではないんですけど、これはハンズゴルフクラブに当たるシダクラブで 6S のシャフトが、ピンのヘッドに入ってますねということなんですけど、自分の、テーラーメイドの M4 だっけ、これいやあれは3ですね、 M3 ね、よく分かってないんだけどM3 の、440cc のヘッドにですね 5X のシャフトをね入れて、この間ねラウンドをしたんですね。で先端チップカットで0.5 インチカットして45インチに仕上げて、まだね1回しかラウンドで使ってないから分かんないですけど、めっちゃ飛んでたんですよ。何のせいなのか分かんない、シャフトのせいなのか中になんか余裕があったのか、まだ定かではないですけど、めっちゃ飛んでたっていう印象があって、で今回のこの11ジャックっていうのは、まあ、ATTASシリーズって毎年かな出てるんですけど、ATTAS4U っていうシャフトと ATTAS G7 4+711、まあ、それの似てるシャフトですよね。4と7をこう足したシャフトみたいなっていうシャフトメーカーの方がおっしゃってたんですよ。よく考えられてますね。なんだっけ、デュアルドルみたいな。ああ、なんかありましたね。なんか造語らしいんですけど、しなり、そのトルクのねじれがインパクトの時にこのクラブヘッドを上に向かせるみたいなって言ってましたね。当たった瞬間にこうなる的な、そうですねっていうなんか説明のネットの説明では書いてあった、まあ、なので高弾道になりやすいですよっていうメーカーの説明としては、高弾道をジャックするっていうのが書いてある。とりあえずヘッドスピード40くらいでちょっと打ってみましょう。自分のに入れた印象はね、結構しっかりしてるシャフトが、同じ、5X の ATTAS10 の 5X 入れてるんですけど、それよりかはシャフトが硬く感じましたね。だからこれ今 6S なんだけど、ねじれしなりっていうのは感じづらい方かなと思います。でも硬いからなんか右に行くっていう感じじゃなくて、いわゆるダブルキックみたいな感じじゃないですかね、デュアルトルクって戻ってきますよっていう、シャフト走っちゃいますよみたいな、で当たった瞬間にヘッドが上向きますっていう感じなんで、まあ、高弾道になりやすいんじゃないかみたいなね。でそのジャックって高弾道市場をジャックするって確か書いてありました。そう、そういうキャッチフレーズだったんね、うん、でもめちゃくちゃ打ちやすいです。パッと商品のそのデータみたいな、まあ、そのコンセプト高弾道って言ってたから、自分には合わないんじゃないかなと思ったんですよ。もともと結構球高いんで、でも全然自分のシャフトに入れたらいけたし、マシンで測った時に初速は速くなってました、確率に。だから飛んでるんだと思う。ちょっと今度ちゃんとね測りたいと思う。結構軽く打ってるけど上がる。38から40くらいのヘッドスピードで打ってるんですけどね、今 6S。 結構上がってきますね。低スピンのヘッドにこのシャフトを合わせるといいんじゃないかな。低スピンのヘッドにこのシャフトを合わせると多分前に行きやすい、上がってかつ低スピンだから、そういう組み合わせがいいと思いますね。ちょっとヘッドスピードを上げました。結構軽く打って飛んでる感じはしますよね。もうちょっと自分の、クラブでも打ってみて良さそうだったら、その方向性とかに関しては全然、こう違和感なく使えてるんで、曲がりづらい印象はあってですね、いい感じで使えてるんで、もうちょっと使ってみてこっちの方が飛びそうだったら、今ATTAS1000、入れてて全然変える気なかったんですけど、ポンって入れてみたらなんか意外とシシャフトのデザインも結構オレンジ、グレー白みたいなちょっと元気が出そうなカラー、元気が出そうな。今度ねハンズゴルフクラブで試打会ありますので、ということで興味ある方はぜひ試打しに来ていただければと思います。試打しに来てください。ぜひお願いします。ありがとうございました。